まずその、野球というスポーツを通していろんなことが学べると思いますね。さっきも言いましたけどね、その仲間とのその、素晴らしい、なんていうのかな、野球を通じてその、ね、いろんな信頼関係だとかそういうものもできるしね、未だに僕も高校時代の友達はね、未だにも親友だし、でやはり日本では特にね、スポーツというものはその挨拶ですね、挨拶とか礼儀だとか、そういうこともね、もちろん先輩後輩もいるし、そういう中でいろんなことをね、野球というスポーツを通じて学ぶことができると思うんですよね。だその辺がまあ教育の一環ということだと思いますよね。で、もちろんその最後まで諦めない精神だとか、勝った喜びとか負けた悔しさだとかね、いろんなことをね学べると思いますけど、So what was it like for you the first time that you stepped onto the field at Koshin for the tournament? いやもうそれは子供の時からの憧れでしたから、すごい緊張しましたし、その反面その喜びというのもすごいありましたよね。だからその子供の時からそういう感情と、初めて立ったという緊張感と、そういうものが一番大きかったと思いますけど。And a lot of high school teams in Japan practice, you know, 11 months out of the year, 6 hours a day, 6 days a week. And what do you think is the reason for so much practice? まあ僕たちの中ではそれが当たり前だったということですよね。だからそんなに苦にはならなかったし、まあ授業終わった後の、まあそんな長くはないですよ、決してね。授業が大体3時に終わって、それからまあ大体日が暮れるまでですから。僕たちの中ではそれが当たり前でしたから、苦にはならなかったし、で、またそのね、いろんな、こと、練習をね、反復することによってね、すごい、技術が身についたと思うし、精神も鍛えられたと思うし、そのことによってね、気持ちも技術も向上するんじゃないかなと思いますけど。And can you compare what it was like to play at Koshin tournament and what it's like to play for the Yankees? どちらもその、興奮、緊張、いろんなものはね、ありましたけど、ただ、一番違うのが、プレーしてた時の、僕の年齢ですよね。やはり僕が初めて入った時はまだ16歳でしたよね。やっぱりその、あんまりそういう経験もないし、なんていうのかな、落ち着きもなかったし、その辺はね、高校生と、ここに初めて来た時はもう、28歳になってたし、でもちろんその子供の時からいろんな経験をして、なおかつ日本のプロ野球でも10年やっていろんな経験をして、でもちろんこの場所に立ちましたけど、もちろんその、興奮緊張ね、いろんなものありましたけど、ただ自分のペース落ち着いて、できたんじゃないかなと思います。こちらの方はね、それはやっぱり年齢による違いだと思いますけど。What did it feel like when you were at Koshin? Did you feel a lot of pressure and how did you deal with that? 克服法はないですよね。もうあとは野球に、ただ自分のやることをね、やるだけですよね。プレーの中に集中して。ただそういう周りの状況っていうのはね、コントロールできないことですから、ね、もういかに自分が集中できるもの、コントロールできるものにしっかりやるかどうかっていう、その辺だけを心がけてやってたような気がしますけどね。Okay. And when you were younger, you were very good in sumo and your judo as well. So, what made you choose to play baseball? 簡単ですね。それは中学校に柔道部がなかったんですよね。柔道も相撲もなかったし、もうノーチョイス、野球しかなかったです。And do you see any connection between Bushido and Kokuyaki? I don't know about Bushido. Oh, okay.